さあ続いてキラキラネームゆうやさんからです。ありがとうございます。ミクさん、萌えさん、ピクシース、ピクシース、ミクさんお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。僕は五等分の花嫁でミクさんを知りました。こんなに可愛い子がいるのかというくらいの衝撃でした。人類史上最も可愛い子を発見したと思いました。それからピクシスを知り、萌えさんを知り、今では萌えさんのお宅になりました。ミクさんがきっかけで萌えさんを知ることができて感謝しています。今日も萌えさん可愛いです。あとミクさんおめでとうございます。あとあとあと、いや、やっぱね、こうミクがきっかけでねピクシスを知ってくれてっていう、とてもね、うん、ありがたい、本当ありがたい。いやすごい、だってもうだってえ、世界で一番可愛いって、人類史上最も可愛い子を発見したと思いました、うん、でそれからピクシスを知り、萌えさんを知り、うん、今では萌えさんのお宅になりました。もう何で負けたんだどこのどこのタイミングの何で負けたのかだけ教えてくださいこんなにだってね、結構人類で一番って言われるぐらいの衝撃を与えたはずだったのにそうだよ、何かの一手でひっくり返ったわけでしょもっと衝撃なものを見ちゃった、見ちゃったってそれが何だったかだけ教えてほしいなキナピクで見ちゃった、見ちゃったキナピクでは、もっと衝撃なものこれだってなって、俺の推しはこれだって超えたものがなったんだ、何だったんだ。ちゃんと3枚目にこれをね入れてくれましたね、オチをね、ありがとうございます。Serious.